プなんで、いやいや素晴らしいですよ。分かってないですよ、本当によく分かってないけど、いやいや素晴らしい、本当になんとなくでも仕事でビジネスでやるときに分かるのは、これはうまくいく、うまくいかないっていうのはなんとなく僕分かるんですよ。投資の世界は分かんないけど、人の心理が分かりないけど、はいはい、こうやれば人が欲しくなるとか、こうやれば人動くんじゃないかっていうのが若干分かるようになってる、うん、特殊能力として、うん、それは本当になんか経験なのかなっていう、培ってきたのかなと思います。そうそうそう、だからそれ多分動物的感とか言われるんですけど、はい、光くんの場合は実は多分投資とかもうまくはなると思います、はいはいはい、向いてるっちゃ向いてると思います。直感で動く人だ、経営も上手になれるし、はい、あと実は YouTuber とかってすごい心理を読んでるんですよ、うん、多くの人の気持ちとか大衆に対して、はい、これってすごい心理的な勉強を実はしてるから、はい、その直感って言ってるのが一番実は精度が高いんですよ、うん、頭で計算するよりそのまま行っちゃった方がいいと思います。だからまあそうですね、失敗もすると思いますけど、まあ、違うスタイルでいきたいなと思ってます。僕はやっぱ僕にしか目指せないスタイルでいった方が面白いじゃないですか。面白い、僕は思うんですよ。すごい人で会った時に興味持ってもらう方法って似てない人っていう。いや本当そうなんですよ、僕思うんです。だから僕と横田さんが似てたらお互い興味持たないじゃないですか。そうですね、だって似てる人なんて別に自分なんで。え、本当そうなんですよ。そうですよね、似てたら単純に同業になっちゃうし、そうですよね、ただにライバルになっちゃうし。そうそう、面白くないですよ、ね、面白くないですよ。似てないからこそ俺興味持ってもらえると思うんで、だからそう俺も本当常々思ってる。 YouTuber でビジネスバリバリやってるハイブリッドって今あんまいないんですよ。僕はだからそこを目指してるというか。そうですよね、はい、もうあれ見た時にだからもう鳥肌立ったし、ビジネス始めた時に。あ、本当ですか。すげえって思った。いや、よかった。リザードっていうのが最初なんですけど、はい、YouTube 絡めてから。あれまだ2年経ってないんで、そっからでも2年間ぐらいの間に、もう今6個ぐらいやってるんですよ。すごいすごい。いつの間にか気づけば。で、気づけばなんか青白王子に導かれて、仮想通貨も1億買っちゃってるんで。ねえ。はい。そんな感じでね、今回の方がいいと思ったらチャンネル登録お願いします。よかったらグッドボタンもぜひ、ツイッターやチャンネル、ファンクラブやってますので、また見てください。じゃあ、ここはこれで終わります。ありがとうございました。